どうもホバーンです。自作ラジコン飛行機3号機なんですけれども、胴体の交換をしました。まずは、離陸のテストですね。もう滑空テストはもういいです。ちょっとアクセルを開けてまっすぐ進むかどうかの確認からやっていきます。こんな、キャリー用の箱を用意しました。やっぱこういうのいりますね。それでは準備していきます。はい、そうしましたら準備ができましたけれども、ちょっと野球の練習してる人がいるんで、ちょっともう一個小さい方の原っぱに行きます。今日はねジャイロもまだ積んでないんで、本当まっすぐ飛ぶかだけのテストですね。それでは移動します。はい、そうしましたらですね、まっすぐ飛ぶかのテストです。ここはやっぱりちょっとね狭いですね。ちょっと元に戻ります。どうも右に曲がり気味っていうのもありますんで、トリム調整していきます。なぜか機首から思いっきり突っ込んでしまいましたね。何残残暑今のは。でものすごい墜落の仕方したんですけども、3号機回ビクともしないんですよ。やったね。はあ、またしても初歩的なミス。エレベーターとラダーが、逆です。つまり入れ子になってるってことです。これはめちゃくちゃになりますわ。ちょっと設定し直します。はい、そうしましたら改めて離陸します。ほんまアホですよね。ラダーの向きが逆だっつーの。それでは改めまして、はあ、もうほんま自分が呆れますね。エレベーターも逆だっつーの。それでは改めまして、もう今度こそちゃんと確認しましたし、エルロンは大丈夫やな。はい、大丈夫です。それでは離陸します。まるでアクロバット飛行のように失速を繰り返しますね。まずはエレベーターのトリム調整します。残念ながら本日ジエンドとなりました。ゴムバンドを変えようとしていたらですね、エルロンのリンケージが外れました。あとゴムバンドのこの、補強材ですね、ここも外れましたんで、ちょっとした修理が必要です。現場では応急修理もできませんので本日ジエンドです。でね、やっぱりねこういう調整の時に墜落を繰り返して、で元の3号機のようにですね、6でもないことになってしまうんで、もうさっさとジャイロを積んでから調節しようというふうに思いますね。でないと機体が持たないですね。3号機回はだいぶ墜落体勢に強く作ったはずなんですけれども、それでもこう墜落を繰り返すとね、体に良くないですよね。というわけでまた出直していきます。ではでは。